どうもこんにちは、今回はですねワークマンのね最強のジャケットを買ってきました。まあ、こんな感じなんですけども、早速ねいろいろ細かいところを見ていきたいんですが、これねついてたやつなんですけど、防油と撥水という加工が施されているそうで、特殊加工で融点を上げて350度クリアと、耐熱性のある樹脂の被膜を作ることで生地の溶解を遅らせ、火の粉の飛び火による穴開けがしにくくなる特性を持った素材ということになってます。一応注意書きとして、ライターやマッチなどで直接炙ることは絶対におやめくださいと書いてあります。そうやって言われたらねやりたくなっちゃうんですけども、これね店でね1着しかなかったんですよ。で、店員のおばちゃんもですね、これ人気商品だよっていうことで言ってたんで、まあ最後の1着だったのかな、まあ、また入ってくるかもしれないんですが、買いに行った時にはねこれが最後の1着になっていました。ダウン 90%、 フェザー 10%、 ポリエステル 80%、 アクリル 20% をブレンド、そしてこの商品になっているということなんですが、まあ、細かいところはですね、言われてもよくわからないというのが正直なところなので、まあ、これは放置しておくとしてですね、キャンプで使うアウター、焚き火とかで燃えないアウター、火の粉が飛んでも大丈夫なアウターっていうのをね探している方結構いらっしゃると思うんですけど、僕もねそういったもの持ってませんでした。まあ、よくあるのがポリエステルの上着ですよね。ポリエステルの上着にしちゃうと、どうしてもですね火の粉が飛んだら、まあ、言ったら一瞬で穴が開いちゃうんですよね。最近で言うとね、今年の春先ぐらいに、キャンプに行ったんですけど、ポリエステルのズボンを履いてて、まあったかいんですよ。すごくあったかいからそれを履いてたんですけども、そしたらねやっぱりポリエステルなんで、あの焚き火の火の粉、火の粉ってたまにでかいやつ飛びますよね。そういったものが飛んでしまうと、ここについてね一発でここがバーって溶けてしまって、すごいあちちってなった覚えがあるんですけども、まあ、そういったこともあるので、まあ、表面がね面でできているものが一番いいんですけど、まあ、かといってね燃えないわけではないので、まあ、燃えにくいっていうだけかな。でもポリエステルと比べると全然燃え方が違うので、まあ、一番いいのは綿です。綿なんだけど、例えばねアウトドアショップとかに行って、綿のジャケットっていうか、こんなコートみたいなやつ、こういうのを買おうとすると、あのね大体3万円とか3万5千円とか、まあ、それ以上だと思うんですよね。これねちなみに4900円なんですよ。4900円なんだけど、3万5千円ぐらいのジャケット着てて、焚き火とかで火の粉が飛んで、あのなんだろう、燃えちゃったりとか穴が開いちゃったりとかすると、結構ね精神的なダメージでかいですよね。でかいから、まあ、僕はねこれぐらいの値段のものを買って、あのもう使い倒す、使い潰すっていうのが一番いいんじゃないかなと思ってます。かといってね、ワークマンで4900円というと、これかなり高級品の部類に入るので、まあ、その辺は値段と多分相談なんでしょうが、多分今ワークマンで売ってる、こういった防寒着、防寒ジャケット、その中でアウトドア用途、特に焚き火とかキャンプに使う用途としては多分ねこれが一番最強だと思います。まず燃えにくいで、これね見てわかる通りかなりあったかいです。この下 T シャツ1枚なんですよ。ほら T シャツ1枚しか着てないんだけど、それでもねあったかいんで全く寒さは感じません。今日曇り空ですけど、全く問題なくこれ1枚で過ごせるかなという感じです。でサイズとしてはですね、これはフリーです。フリーのものしか残ってなかったんでフリーを買ったんですけど、あるのが S サイズ、フリーサイズ、LL、 なんかそんな感じのサイズがあると思うんですけど、フリーサイズで、僕の身長が168センチぐらいなんですけど、見ての通りね結構でかいです。まあね、サイズ S はね女性向きだと思います。でこのフリーっていうのが、まあ M ではないですよね。 L から LL、もしくはもうちょっと上の大きさぐらいあるんじゃないかなという感じがします。ワークマンで服をねいろいろ買ったことがあるという方はなんとなくわかると思うんですけど、 LL もしくは 3L までいかないかな、でも LL の大きさは絶対あるかなと思います。まあ、僕ぐらいの身長とかであれば、フリーでも全然いいんじゃないかなと思います。でここにねファスナーがあって、ファスナーは閉じると、で、ボタンで留めるようになってます。でポケットとしてはですね、左右にポケットがあるのと、あとここですね、ここに胸ポケットがあります。でそれとは別に片側だけなんですけど、こっち側に、左側ですね、左側に割と大きめのポケットがあります。でこの左右のポケットに関してなんですけど、こう一度手前に引いて
突っ込むような作りになってます。なのでこの中に入れたものって結構落ちやすいと思うんですけど、返しがついているので、この中に入れているものも落ちにくいというような構造になってます。とにかくあったかい。で、首元なんですけど、首元はね、ここにね、こういうマジックテープがついてまして、そこから出すとフードが出るようになってます。なので、まあ、フードを使わないときはこの中に収納できるので、まあ、自分のスタイルに合った感じで使えるっていうのと、あとね、フードを収納しとくとかなり分厚いんですよ。分厚いから、例えばここにフードを収納してて椅子とかに座った場合、こうなるとちょっとしたね、クッションみたいになるんですよ。それはね、よく考えられてるなと思いました。ここになんか柔らかいものがあるので、かなり過ごしやすいと思います。さらに細かいところを見ていくとですね、このジャケットはですね、背面の部分、背中の真ん中から上ぐらいですかね、そのあたりの部分の素材がですね、ブラックアルミになってます。これがあることによってですね、保温効果がかなり上がるということで、実際に着ててもですね、背中のあたり寒さを感じることはありません。で、あとこれ嬉しいとこなんですけども、この袖の部分ですね、袖の部分ね、これだと寒そうって思っちゃうんですけど、こういうふうにリブがついてます。かなり伸縮性のあるリブなんですけども、これがあることによってですね、この袖口から、寒い空気が入ってこないです。入ってこないので、かなりね、あったかいんですよ。これがあるのとないので全然違うと思うので、この機能はね、かなりいいんじゃないかなと思います。あとはやっぱりね、押したいポイントとしてはこれですよね。このフード部分、フード部分がここの中に収納できちゃうと、で、ここの首の部分がね、かなり分厚くなるので、椅子に座っててこう後ろにもたれかかった時にも、ここがね、ちょっとクッション的な役割を果たしてくれるので、かなり快適に過ごせるんじゃないかなという感じがします。あとこちらがですね、フーテッドパーカーというやつなんですけど、これもね、結構あったかいですよ。で、これはね、うちの奥さんに買おうと思って、M と L とどっちにしようかなっていうのでかなり悩んだんですけど、家に帰ってね、買ったものを見てみたらね、 3L を間違って買ってました。なんですけど、3L でもね、僕168センチですなんですけど、まあそんなに大きくないですよね。まあ冬なんで、この下に厚着をするってことを考えると、まあやっぱ大きめを買った方がいいので、 3L とかでも全然問題ないんじゃないかなと思います。ちなみにですね、うちの奥さんは身長が156センチなんですが、156センチの女性がこの 3L のものを着るとこんな感じです。まあね、見てわかる通り、まあ、そこまでね、大きくはないんじゃないかなと思います。先ほども言った通りですね、この下にまた、防寒着を着るって考えると、まあ、やっぱり大きいも買った方がいいのかなと思うので、まあ、これぐらいのサイズがいいんじゃないかなと思います。で、今度こちらなんですけども、まず左右にファスナー付きのポケットがついてます。で、ここもね、なんか独特のね、こう開けやすい形状してるんですけども、そういったファスナー、そしてポケットがついてます。で、内側ですね、内側には全面に、アルミがコーティングされているので、これまたあったかい。で、ポケットですね、ポケットはこちらに内ポケット、かなりでっかいです。で、反対側にも内ポケット、で、さらにここにもポケットと、ここは2箇所に分かれているのかな、あ、分かれてるけどマジックテープで留められるこういったポケットがついてます。で、これもね、ここに吊り下げ用なのかな、こういったループがついてます。で、このジャケットのフードなんですけど、これはね、例えばここで留めることもできますし、今度はここと一緒に留めて動かないように固定したりってこともできます。フードをね、あんまり使わないっていう人は、この機能ね、ちょっと地味ですけど結構いい機能なんじゃないかなと思います。まあ、この機能とこの防寒性があってこの値段っていうのは、さすがワークマンだなという感じがしますよね。
ということで今回はワークマンで購入したこの2品のジャケットをご紹介してみました。まあ、個人的にはですね、今右側に映ってるモンスターパーカー、こっちの方が個人的にはおすすめかなという感じがします。モンスターパーカーがもしあればですね、フリーサイズとか、自分にはちょっと合わないかなというようなサイズでもとりあえず買っておくのが正解かなという感じがします。なかなかね、この値段でこの防寒性っていうのがねないんですよね。まあ、実際使ってないんでね、何とも言えないんですけど、公式によるとですね、火の粉が飛んでも大丈夫ということなので、まあちょっとね、それが本当なのかどうかっていうのもね、今後試していきたいなと思います。この値段でね、火の粉が飛んでも大丈夫だったら最強なんだよな。まあ、最後にね、注意点みたいなもんなんですけども、このねジャケット、まあ暖かいんですけども、冬キャンプしてるとね、思うのはやっぱりね、寒さって下から来ます。まあ、ジャケットがいかに暖かくてもですね、下半身が暖かくないと、寒さが下から来ますので、下半身の防寒対策っていうのも、しっかりやっていただきたいなと思います。ということで今回はワークマンの最強ジャケットのご紹介でした。それでは